いざ。準備したもの。ロジャーには、うん、うわー、普段は偉い店に来たお客、うい、当然でしょ。だってキャッツテールは酒場、いくら可愛いからといっても私が作ったお酒の引き立て役にしかなれないもん。おしゃべりはこの辺にして、あったかい場所が好き。ママを見ただけでこんなに夜食いしん坊なやつ、ひょっとしてずる賢いや、にゃ、何よそれ、言われなくても分かってる。ネルソンがお酒の入ったグラスを倒すと、おじさんたちすごーく悲しい顔するもんね。さ、こいつを抱いてあげて。よし、次はペイズリーの番だね。ペイズリーは好きなものを選ぶといい。あいつにはどう簡単に言う、お店にいるとき、まあこの話はいいと。おい、なーに、そのやる気満々な表情。ペイズリー、よしよし、いい子いい子。にゅっと、にゃ、何よその目を。っていうか、こんな性格の猫も人気、こんな子猫が何匹も増えた日。当たり前でしょ。私がお酒を作ったお金を稼いでなかったら、猫たちのご飯もおもちゃもなかったんだから。さてと、ロジャーにネルソン、ペイズリーも見つかったことだし、早くお店に戻ろっか。明日の開店時には顔を出せるようにしておかないと。子猫たちもお客さんも帰ってきたわね。私を子猫の中に含めにおいでよ。もちろんよ。リオナちゃんはうちの看板バーテンダーだからね。勘違いしないで。私がここで働くのはモンドの酒造業を破壊するためだから。街の中をうろうろする酔っ払いさんたち、あなたも見たことあるでしょ。いくら真面目な人でもお酒を飲んだらダメ人間になっちゃう。お酒は悪しき飲み物、人を醜くする大悪党だにゃ。だから世界で一番まずいお酒を作って、みんなにこのことを理解させてやるんだから。そしてありとあらゆるお酒をモンドから排除して、みんなをお酒から救い出してみせる。当然でしょ。
だからまずはバーテンダーになってお酒を理解することにしたの。これが計画の第一歩。それはまだ実験中だから、まずいお酒を作るための実験、いつの日か絶対世界一まずいお酒を作ってみんながお酒を毛嫌いするようにしてみせる。まだそのお酒のレシピはできてないけど、いつか必ず作り出してみせる。はい、この話はここまで。猫を見に来たんでしょ。3匹とも連れ戻せたことだし、お店に入ってゆっくり遊んでいってよ。あ、そうだ、手伝ってくれたお礼にスペシャルドリンクを作ってあげる。もちろんノンアルコールでね。